チャネリングを学んでも途中で挫折する人っていうのが非常に多いんですね。自分の妄想なのか、チャネリングによる情報なのかっていう区別がつかないんですよ。ですけど、どういう情報を引っ張ってくるか、そのチャネラーによっては違うと、いうことは言えるんじゃないかなと。はい、どうもチャネラー流です。今日はですね、チャネリングで確信を得る方法についてお話ししたいと思います。はい。でですね、このチャネリングっていうのは誰にでもできるものなんですね。スキルなので、やり方さえ学べばそれこそ誰にでもできるというのが、チャネリングになるんですけども、ただですね、チャネリングを学んでも途中で挫折する人っていうのが非常に多いんですね。例えばですけど、チャネリングは学んだんだけどよくわからなかった、とか、結局こうずるずるとですね、そのままフェードアウトしていくようなことになっている方が、結構いらっしゃる。かくいう私もですね、実はかなり昔にも学んでおりまして、その時は実際自分の身にはならなかったんですね。でこれは僕の中でわからないままですね、途中で諦めてしまったっていうのが原因で、一回挫折してます。で、その後にですね、もう一回学び直して今に至るわけなんですけども、で何が違うのかっていうと、まずですね、これ私の講座の中でもお話しするんですけど、最初の頃特に挫折しやすいんですが、それがですね、自分の妄想なのか、チャネリングによる情報なのかっていう区別がつかないんですよ。で大概皆さん、これは私の勝手な想像だ妄想だっていうふうに判断してしまって、実際ですね、来てるこうチャネリング情報を違うよと自分でこう、消しちゃってるってことが、多くあります。これが原因になっていることも非常に多いですね。はい。なので、まずはですね、大切なのは来てる情報ですね、自分の想像だとか妄想だとかっていうふうに、こう分けない方がいいんですね。はい。ひとまずこう来てるものは全てこう受け入れるぐらいの、感覚でですね、情報を受け止めていった方がいいですね。でまずはそこです。自分に来てる情報をまず否定しないことが、とても重要になります。で結論から言ってしまうと、とにかくですね、経験値なんですよ。どのくらいこう深くですね、こう掘り下げていって、こうまた数もですね、たくさんの方を、チャネリングすることによって、こう経験を積んでいくっていうのが一番確実です。でそれが確信に変わっていくっていうのが、私がですね、こう経験してきて、感じていることになります。でやはりですね、世の中いわゆるこうチャネリングをされている方たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱりですね、こう何ですかね、こう掘り下げていくというか、情報を取ってくる取り方っていうのもね、10人トイレと言いますか、いろいろあると思うんですね。はい。なのでこれもですね、僕が個人的に思っているのは、もう全ては経験値だろうなと。その方がどのくらいこうね、学んできたかというよりは、どのくらいの方をこう見てきたのか、経験値があるのかっていうところが大事なんじゃないかなとは思います。もちろんですね、僕もたくさんの方見させていただきましたけど、僕よりもね、たくさんこう見られてる方っていうのは世の中にもたくさんいらっしゃいますし、やはりですね、最終到達する場所は同じかもしれないんですけど、どういう情報を引っ張ってくるか、そのチャネラーによっては違うと、いうことは言えるんじゃないかなと思います。違わない、ともありますけど、要はそのメッセージの解釈といいますか、どういう意味なのかっていうのを捉える能力が違ってくるって言った方がいいですかね。はい。かなと思います。なので、チャネリング情報にですね、確信を持つには、とにかく経験を積む、そしてまずはですね、自分に入ってきている情報を否定しないっていうところが、大前提に、なりますというのが、私からの、メッセージということになりますね。はい。なので、チャネリングですね、学ぶところは世の中たくさんありますので、もしね、これ学ばれている方、またこれから学びたい方がいらっしゃるのであれば、
妄想と想像とかね、そういうのの区別がつかなくなるんだなと、それをまあ入ってきている情報をそう思わないことが大切なんだなということをまず知っていただけると幸いでございます。はい、ということでチャンネラーリュウでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと不動明王のパワー付き画像と私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。